桜隊のメンバー、前列左より、島吉也子、園井恵子、長田康史、一人置いて、丸山貞夫中列左より、中緑、八田本桃、たた池田誠に、利根春江、江森純子。後列左より、高山蔵さん、一人置いて、鉄、一郎、遠山義夫、水谷三恵蔵、肘方康平。桜隊は、かつて存在した。 日本の劇団。原爆の被害を受けた唯一の職業劇団とされる。本校では桜隊の前身である、クラクザについても述べる。生前の丸山貞夫、生前のその意子。前身は、鈴木田健ケ徳川無生、丸山貞夫、藤原鎌谷により結成された、クラクザ。旗揚げ公演以降、各地での巡回公演に取り組む。 落座解散後、桜隊として、日本移動演劇連盟に組み込まれ、地方への移民巡演活動を始める。劇団の地方疎開に際して、広島に15人が疎開、中国地方の移民公演を受け持つ。原爆投下により、広島市内の宿舎県事務所にいた、丸山貞夫お9人は8月下旬までに全員死亡した。王将。 出産など様々な理由で、広島への疎開に不参加、または、広島を離れていた、メンバーたたら順、佐野浅尾、千国のり子、殿春へ、長田康史、池田誠に、牧村孝吉、らが難を逃れた。クラク座のメンバーでも、桜隊に参加しなかった者も,もおり、同じ桜隊所属でも、様々な事情から被爆を免れた者がいる。 トネハルエは病気のために疎開せず、東京に居残り、最年少の佐野昌雄は1945年3月に、本土決戦特攻隊員として出生。たたらは、同年6月に王将され、発った元はたまたま連絡のため帰郷池田生には、空襲にあった妻の沼津の実家を見舞いに行き、牧村光吉は俳優を探すため上京。後に、 黒沢作品に多数出演した、千国のり子は、出産で、広島を離れていたため、それぞれ難を逃れた。倉久座の結成メンバーである、鈴木田賢治、徳川無生、藤原鎌たりも、東京で映画の撮影などをしていて、難を逃れている。また、東方専属俳優の久松康夫は、丸山から桜田への参加を誘われるものの、東方の許可が出なかったため断念。 川上夏代も、桜隊の島木津也子が広島への疎開に同行する。際に津也子の母親からも桜隊への参加を強く、進められたが、俳優座に入るために孤児した。桜隊の広島疎開には、産後座という移動劇団が同行し、広島市内の同じ宿舎を拠点にしたが、五福島出身の大所族の女優のつてで、7月末に、 五福島の寺に移動し、結果として、原爆の被害を免れた。三五座の乃木敏夫以下のメンバーは、疎開先の有三寺を拠点に桜隊の行方を探し、寮で亡くなった5名の遺骨を掘り出し、丸山貞夫の発見にも尽力した。ありがとうございます。